突然ですが皆様、雪はお好きでしょうか？冬ってことを実感できるので好きですね。一面の銀世界、最高。ふむふむ、黙れー。狂ったんですか？狂ってはいません。撮影日の12月21日ですね。上越線の一番面白い区間が大雪で運休になりましてね。それで18切符ユーザーではあるものの、特別措置として上越新幹線に乗せてもらうというわけです。基本的に振り替え輸送が効かないらしいのに。今回は振り替えでどこまで乗れるんですかね？高崎から長岡の間です。結構長いね。絶対100キロはあるでしょ。165.6 キロらしいです。18切符旅なのになんて贅沢。走行していたらやってきたのはイオン系。もう乗れないと思って最近乗り納めした車両なんですけど、やってきてくれました。相変わらず大きい車体ですね。へへへ、あっちみたいな大貧民が乗っていいんすかね。ダメなんですってば、普通は。ちょっと席に座る前に号車の確認。乗っていいのは自由席だけだったはず。よし、オッケー。高崎発車。次は上毛高原です。E4 系といえば2階席ですよね。新幹線なのにグレードが低い系の座席ですね。そそ、でも新幹線の割にはグレードが低いってだけで、211系ロングシートや E129 系ボックスシートよりはだいぶ快適に移動できますよ。青春18切符で乗ってしまっているの、ちょっと罪悪感がある。使えるものは使った方がいいんだろうけど、それはさておき、この2階席からの景色が見られるのも残りわずかです。この新幹線、引退しちゃうもんね。それもまた一種の時代ってもんよ。本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はマックス時号新潟行きです。次は上毛高原に停まります。今すれ違っている E7 系が、上越新幹線に残る E4 系を置き換えていくと JR 東日本から発表がありました。今後はあの新幹線が主流になるんですかね？いや、E2 系もいくつか残ります。古い方がいくつか残るって一体？いや、実際作られた時期自体はほぼ同じ。問題は、速度の遅さが目立ったのと、新幹線が輸送力重視ではなくなったからなんです。確かにちょっと遅いね。15系なんて最高時速320キロですからね。そうした理由から、2021年秋に引退することが決定してしまいました。乗るなら今、ですね。上越線は大雪の影響で、水上から先が大変なことになってました。6日町から長岡の間は昼頃に復活するかも、って言われていたのですが、結局ダメでした。上越線か。結局ダメだったんだ。でも翌日には始発から運行がされました。それは朗報ですね。復旧したならよかったよー。こいつが2021年の秋にいなくなっちゃうなんて信じられないよ。でも見た感じ冬なのにバラバラなので、これも需要の変遷なのかもしれませんね。ましてや今の情勢ならねー。でもこの2階建て新幹線、いいんですよ。例えばこんな風にカメラを回していてもガラガラだから堂々と撮影で。ワンデーガーラ、気になりますね。スキー、行きたいですね。でも今年はガラガラになっちゃいそう。まさにガーラガーラってわけで、高崎から長岡はトンネル続きです。車窓は面白くないですが、国境越えしているという感じはあせません。そこら辺はロマンの世界ですね。まだ雪は積もってないですね。渋川付近を走行中ですかね。そこはまだ積もってませんね。電車が止まるほどの大雪にはなりそうにないけどな。それはさておき、本日も早起きして眠いんですよ。肘掛けもないし、横になっちゃおうかなぁ。それはさすがにダメだって。起きました。よいそうなカメラワークでしたね。外に出たみたいですね。ちょっと眩しいな。どれ、列車は上毛高原に到着です。同じ群馬県なのに随分様変わりしましたね。上越国境手前の底力。次が新潟県の越後湯沢でしたっけ。
そうです、あの豪雪地帯です。ドキドキ。ちなみに上毛高原を出たらずっとトンネルです。だから果たして換気はこの国境のトンネルの中でも行われるのか。そういうこと言っちゃダメですよ。足を伸ばせるってやっぱりいいですね。ただ完全に伸ばせるわけじゃなさそうですね。完全に伸ばすためには、そう、ロングシートだ。というわけで皆様、別高崎地区のグランクラス級の211系ロング、やっぱり新幹線は快適ですね。こういう時こそ駅弁を広げて食べたいわ。贅沢に雪を見ながら食べられるもんね。今のトンネルの中だけど。越後湯沢発車。次は浦佐です。もうなんも見えないや。ここまで積もるもんなんですね。それにしてもこの新幹線、本当に立つだね。新幹線の都合上ほとんどがトンネル区間だったり、今映ってるみたいにスプリンクラーで雪を溶かしたり、そういった雪への対策が施されているからかもです。新幹線は線形の都合だろうけど、そんな背景があれでしょ。関越道でも何台も車が立ち往生したんだって。そうですそうです。というわけで皆様、あの有名なセリフいきますよ。せーの、やっぱ新幹線だったじゃな。せっかくですし、D4系ならではの椅子に座ろうと思います。これ、見られたら恥ずかしくない？実際見られました。恥ずかしかったです。最高に恥ずかしかったです。でそうね、つまり心地も微妙そうだしな。そういや、あの時の動画ではご紹介できなかった平屋席の紹介をさせていただきます。平屋席、一部の号車だけでしたよね。そうですね、ちょっと探すの苦労した。仕様は1階席と似ていますね。2階席ほど特徴的ではないけど、席数が少ない点ではレアかもしれない。初めてこのボタンを操作するとなると、ちょっと戸惑います。わかんなかったら1と2をガチャガチャ壊さない程度にやってください。説明が投げやりすぎませんか。平屋席とデッキを区切るドアが両開きじゃないのは2階建て席とそこそこ違う点かも。あと何がいいかってこれね、網棚に頭をぶつけない。それに関しては夜メロンが気をつけてよ。いやだって網棚に頭をぶつけると頭蓋骨。平屋席に興奮しているので今からテーブルを広げようと思います。興奮しているとかはどうでもいいんですが、広げるんですね。わかりました。大きさはまあこんなもんでしょう。そこそこ大きめだね。というか横に長いですね。その分飲み物を置くスペースと干渉しないのは良いですね。こちら、座席のグレードはやっぱり結構高め。そりゃ2階席とは違うもんね。座席のホールド性はあまり変わりませんが、3列3列でなく2列3列なので、横もゆったりしており、肘掛けもあるため快適な移動ができます。快適な反面、2階建て座席に比べるとちょっと個性がないようにも見えますね。ここのスペースが狭すぎて激怒しそうです。これだとカメラ置きづらいんですよ。別にいいじゃないですか。ちゃんとカメラ持ってくださいよ。やだ、僕はカメラが置きたいのに。相変わらずすごい雪。列車は上越新幹線の中でも地味な駅、浦佐に到着。でもなんだかんだ利用客いますね。そりゃ上越線止まってますからね。あ、浦佐の次が長岡だったっけ。そうですね、今回新幹線に乗れるのはその長岡までです。ご覧ください、この雪。ここも雪がどっさり積もってますね。綺麗だけど、自然の脅威を感じる風景だな。長岡に着いたらもうちょっとマシになってるでしょうか。せっかくなので最後はあの席に座りましょう。あの席？でも2階席はさっき乗ったもんね。もしかして。浦佐から長岡はこれでいいでしょう。やっぱりそこですか。正直快適性はボックスシート未満ですが、見てくださいよ。大きなドア窓から車窓を眺めることができます。椅子はともかく、雰囲気がホテルみたいでいいですね。
螺旋階段に沿って作られた青い柱が好きです。これも一味見納めなのか。これの何がいいってね、まだいいんですか。立ち引き出せば肩幅の広い人にも対応する。いやー最高、これは寝台特急にも匹敵するかい。出入りに支障もないようにご利用ください。というわけで長岡に到着。やっぱり鈍行と比べるとめちゃくちゃ早いですね。どのくらいで着いたんですか？1時間もかかってません。さすが新幹線。新幹線としては遅くてもやっぱり在来線と比べると早いですよ。そりゃ停車駅も少ないですからね。というわけで以上、青春18切符で新幹線に乗ったという回でした。もちろん、JR はこの振り替え輸送を公表していません。本来は許されないですけど、今回限りの特別措置ですからね。ドイドイと乗っちゃうのは良くないかもね。それではここいらでおしまいとさせていただきます。また次も見てくださいね。じゃあバイバイ。長岡もすっごい雪積もってるな。心回転まで20分くらい暇。何を食べるんです？イタリアン。美味しそう。ただ回転するまでに20分くらい時間がある。寒い。じゃあその間は雪でも食べて待ちますか。お腹壊しちゃうでしょ。